皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病という生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのお家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さん、あのね、皮膚がね、膨らんできてブニブニしてきたこととかあります？僕ね、今ね、左足のくるぶしのね、表面がね、ブニブニしてきたんですよ。まあ、というのもですね、その僕はその先月の末からですね、帯状疱疹になりまして、左足のくるぶしからね、違和感が始まってですね、そして違和感が痛みに変わって、膝も痛くなって腰も痛くなってきたら、そのね、膝のね、側面にね、水ぶくれができました。で、ほんでね、そこを中心にと言いますか、上下に広がってきてですね、その下はふくらはぎを通って、足首を通過して、つま先の、指の間とかね、上は太もも裏側からお尻までこう赤い点々がね、出てきました。てん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 っていうのがね、もう毛穴全部赤い点々になるんちゃうかなって思うぐらい、もうてて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 んでね、できてるんです。で、そのうち水ぶくれっていうのは、その先ほども言いました膝の横の側面とね、その周りなんです。で、そしてそのくるぶしの周りにもできてます。で、そうなってきた時にね、その水ぶくれができてきた時にですね、痛みが激しくなってきて、座骨神経痛のようなね、すごいひどい痛さになってきて、もうね、骨折れるんちゃうかなってね、このまま足ちぎれんちゃうかなってね、思うぐらいになってきたんです。ほんで限界を感じてね、病院に行ってきてですね、まあ、最初は血液内科でね、白血病関連の症状かどうかを聞いて、まあ、そしたらね、その僕がその骨髄移植をして1年以上2年未満くらいなので、それぐらいからの以降にですね、起こる副作用合併症の GVHD の可能性もあるみたいなんです。でも今起こってるのは、今僕の体で起こってるのは皮膚に出てることやから、もうこれはね、皮膚科に見てもらうということでですね、皮膚科宛てにね、院内紹介状っていうのを、ね、書いてもらってですね、そのプリンターから出てきた、ね、A4 サイズの、ね、コピー用紙をね、こう渡されて、足を引きずりながらね、こう皮膚科に行ってですね、こう診察を受けたら帯状疱疹とね、診断をされました。まあ、そんなね、帯状疱疹でね、皆さんから寄せてくれたその情報体験談の中でね、その皮膚が痛くて治ったけど皮膚の痛みがまだ続いてるなどね、教えてもらってるようなね、症状の中にもね、その火傷のような皮膚の症状になっているとね、寄せられたコメントの中にもね、ありましてね、その僕の感じてる状態の僕の感じてる状態のことを言うとですね、日焼け、夏の日焼けするじゃないですか、海とか行ったらね、その日焼けの後の火傷のようなピリピリヒリヒリしたような感じが続いてるんです。で、そんなピリピリヒリヒリしてると思ってたら、その今のところはですね、くるぶしだけ、左くるぶしだけがブニブニしてきてて、で、このブニブニっていうのはね、その寄せられたコメントの中にはね、見当たらなかったので、ひょっとしたら僕だけなんかなってね、思ってます。まあ、ちなみにね、ここもね、そのブニブニもね、触ったらね、めっちゃ痛いんですわ。指でサッて触っただけでもね、すごい痛いんです。もうね、触った瞬間はね、ヒリってして、そっからね、ビリーってこうね、20秒ぐらい痛むんです。もう何もしなくてもね、ビリビリ痛いし、もうしかもね、そこは帯状疱疹の症状がね、一番最初に発症した場所なので、そこからね、広がっていったのでね、もしこのブニブニがね、このまま全体に広がってきたと思ったらね、ちょっとゾッとします。ブニブニって言ってますけど、もうね、どう表現すればいいかね、ちょっとわからないんですよ。もうヒリヒリすんのを我慢してね、指で押してみたらですよ、ブニってするんですわ。柔らかくてね、もうね、くるぶしの後ろの、ね、アキレス腱までがね、少しのほんまにこの1センチ、2センチ、3センチぐらいかな、ぐらいのところだけブニってこのするところがね、あって、そこは膨らんでるんですよ。で、膨らんでるところを触ったらブニってしてるんですよ。プニプニじゃなくてブニってするんですよね、鈍い感じで。まあね、最初はね、むくんでるだけなんかなと思ったんですけど、またね、むくみとはね、違うんですわ。違う感じなんですよ、ほんまに。もうね、むくみは全体的に出るんで、まあ、両足に出るわけですよ。でね、そのむくんでるなと思って、ギュッてこう足を握ってみたら、指の肩がね、くくりつくぐらいむくむことを経験したことがあるんで、またその感覚とは違うんです。もうね、このブニブニはね、今までなったことないんでね、ほんまに初めてでね、ちょっと驚いてます。
ほんまに人間の体ってね、どこまでどんな変化があるんでしょうね。まあ異常っちゃ異常なんですけどね、驚いてますけども、楽しそうに喋ってますけどね。まあね、普通はねこんなことならへんでしょう、みんなさんね、普通にしてたらね。あのね、例えばですなんですけどもね、その膝に水が溜まったとかよく聞きますけどね、まあなったことないんですけども、まあ、画像とか見たことありますし、その昔ね僕がその整骨院に行ってた時に、その僕の隣で低周波の電気治療っていうのがあるじゃないですか。それを患部に当てるのにこう座ってて、まあ、治療してるよ、そのねお母さんの中に、ね、その電気のスポンジを外して先生に仕上げの手技をね、マッサージとかをねしてもらっているのをこう見てたこともありますけども、まあ、そのね光景はね見たことがあるだけで、こう触ったことはないのでわからないですけども、それ触らないですよね、そんなね、そんなよそのお母さんのね膝なんかね、あの触ったことないかわからないんですけども、その画像で見たのと、そのよそのお母さんらのその足も見た目がねすごく似てるんですわ、僕の今のブリブリと。まあね、そのお母さんらもね、その、まあ、たまたまやったと思うんですけども、その膝にね水が溜まっている人らやったんですけども、その、ね、膝をさすってもらって、そのねすねをねさすってもらって、その膝のね水をね他へねなじませていく、抜いていくっていうやり方をねされてたんです。まあ、僕はねくるぶしなんですけども、そのねすねをさすってね試そうと思ってもですね、麻痺してるしね、ヒリヒリしてるしね、そんなことをしたらね、もし発疹にね触ってしまったらね潰れてしまいそうなので、要しません。まあ、そうそう、膝に水がたまるというのはですね、その膝の関節にはね普通の健康な人でもね、何 cc 数 cc かのね関節液というのがね、液体がね存在します。この関節液っていうのは、その粘り気のある、ね、粘稠性の、ね、液体でですね、その関節の、ね、潤滑油、関節をうまく動かすための潤滑油、こうやって動かすための、ね、ここの、ね、潤滑油、油です、油の役割を、してて、その関節軟骨で、ね、その栄養を、ね、運ぶ役割を、ね、してるんです。そして例えばそのね、その変形性膝関節症って聞いたことあると思うんですけどもね、あの、まあ、ひどくなったら、あの治療としては、人工関節できたりするね、その、あの、怪我なんですけども、まあ、それなどといった何らかの原因で、まあ、膝の関節内に、ね、炎症が生じてしまうと、この関節液がね、増え出してしまって、そのこの関節液っていうのはね、その体から出てくるものなんで、バーっては、膝が異常をきたします、膝を動かすためにしっかりとこの潤滑液を入れなきゃって、出さなあかんわっていう風な感じでバーってこう出すんですよ、潤滑液をね。でそういった状態のことを俗に言う膝に水が溜まるっていう状態になるんです。でその関節液の、ね、粘稠性が低下してしまって、本来の関節液の、ね、機能がちょっと失われてしまって、文字通り水のような状態になってしまうんです。でこれがね、膝のね潤滑油から潤滑水に変わってしまったということで、その膝の痛みの原因になってしまうんです。そうですよね、油でしっかりこう動くのに、ね、水やったら動かなくなってしまうんで、それは痛くなりますよね。でこの水が溜まると、その関節の袋がであるね、関節包というのがあるんですけども、でその関節包がね引き伸ばされてバッとこう膨らんできてですね、その膝周辺がねちょっと腫れぼったくなってきて、バッと膨らんできてね、その重苦しさをね自覚するらしいんです。でその膝の炎症が続いている間はね、その関節内のね水はね溜まり続けるんです。で炎症が収まると、その水は自然になくなります。でこの炎症が続いてて水が溜まっている状態がね痛みを発生させるらしいんですよ。そしてその予防策としましてはね、その正しい姿勢で歩くのを習慣づけるのがいいみたいなんです。まあ、普段からね歩く時もね、このなんかダラ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 歩くんじゃなくて、かかとを吸ってズリ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 歩くんじゃなくてね、その姿勢筋を伸ばして腕を自然に振ってね、まあ、曲げんでもいいですけど自然に振ってね、前の足はかかとから着地して、後ろの足が地面を蹴り出す時は しっかりと腰球で蹴り出して、その時の軸足はしっかりと膝が伸びているなどね、こう意識して歩くだけでも変わってくるらしいんです。でもう一つは筋トレですね。もうね、浅い軽いスクワットからね習慣にしていくとね、少しは効果が出てくるみたいですよ。ほんまに浅く軽いスクワットから始めないとね、最初からとかね、もう深い重いスクワットとか、そのなんかバーピーってあるじゃないですか、今流行ってるやつね。あと、まあヒットトレーニングとか今流行ってますけどね、音楽に合わせて、音楽のテンポに合わせてなんかこうね、体操とかあるじゃないですか、ペットボトル持ってピッ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 とかするやつね。ピーピーかどうかわかんないですけどもね、そんな激しいのをするよりも、ほんまにもう軽い浅いスクワットからね習慣していくというのは、ほんまにね、
いいみたいです。効果はねちょっと出てくるみたいですよ。まあ膝の水はねこれで少しは解消されるんでしょうけど、僕はくるぶしなんでね、でしかもこれがね水かどうかも分からへんしね、ほんでまだ膝に水が溜まったこともないし骨なったこともないからどんな痛みかも分からへんしね、まあこの新しいね感覚食感である、食感じゃないな、感覚であるそのくるぶしのブニブニはね、明日ちょうどこの帯状疱疹のね診察の日なんで、皮膚科の通院の日なんで、ついでにね一緒に見てもらってきます。まあねなんか最終その膝の水の話になってしまいましたけども、今日はねくるぶしのところにブニブニができたという新しい症状が出てきたというお話でございました。で今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてねこの動画このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。